ツエイン・ラドウィックは、アメリカ合衆国の男性元キックボクサー、元総合格闘家、コロラド州デンバー出身、グラッジトレーニングセンター所属、元エスカ・ムエタイ世界、ライトミドル級王者、元 TKO 世界ライト級王者、K1 などの打撃系格闘技と、総合格闘技のどちらもこなすオールマイティーな選手、15歳でムエタイをはじめ、 キックボクシングでは48戦43勝の戦績を持つ。2002年5月11日、K1 ワールドマックス2002世界一決定戦の1回戦で、マサトと対戦し、0から3の判定負け。2003年1月25日、u c c 世界ライト級王座決定戦で、ジェンスパ・パルバーと対戦し、右ストレートで小勝ちを収め王座獲得に成功した。 2003年4月25日 UFC 初参戦となった UFC42 で須藤元気と対戦し3から0の判定勝ち。2003年7月5日 K1 ワールドマックス2003世界一決定トーナメントに出場。1回戦で武田光造に R 左フックで小勝ちするも準決勝でアルバート・クラウスに3 r 左フックで小負け。 2004年4月7日、K1 ワールドマックス2004世界一、決定トーナメント開幕戦の1回戦で、ジョン・ウェインパーと対戦し、0から3の、判定負け。2004年5月22日、K1 ロマネクスで BJ ペンと対戦し、片方目で1本負け。2005年7月20日、K1 ワールドマックス2005世界一、決定トーナメント決勝戦のスーパーファイトで、 ラモンデッカーと対戦。1R に一度ずつダウンを奪われ、0から3の判定負け。2006年1月16日、アルティメットファイトナイト3で、ジョナサングレと対戦し、1R11 秒で TKO を勝ち。しかし、11秒という時間は、タイムキーパーの計測ミスであり、実際にはレフェリーが割って入ったのは6秒の時点。本来はラドウィックこそ。 UFC 史上最短個記録の持ち主であるという見解がファンの間で広がり、記録の修正を求める署名運動が幾度か行われた。UFC 解説者のジョー・ローガンも UFC 中継にてことあるごとに真の最短個記録保持者はラドウィックであるべきだとコメント。そして2011年のクリスマスイブに UFC 代表のダナ・ホワイトがラドウィックに電話で、 UFC がラドウィックを最短個記録の持ち主と認定したことを伝えた。ネバダ州アスレチックコミッションの公式記録においては依然として、この試合の終了時間は11秒のままであるが、UFC はこのラドウィック対グレゼンこそ2006年時点での最短個試合であるとしている。2008年3月5日、戦局肌揚げ戦選局第一陣でゴミタカノリと対戦。 1R に左フックでダウンを奪われ、顔面からの出血によるドクターストップで TKO 負け。2010年1月2日、4年ぶりの UFC 参戦となった UFC108 でジム・ミラーと対戦し、腕ひしに十字固めで一本負け。3月21日の u f c オンバーサス、ベラビエス・ジョーンズでは、ダレン・エルキンスと対戦したが、1ラウンド開始間もなく、 左足首を大きくひねって骨折したため、t k を負けとなった。2010年11月13日、UFC122 でニックをシピチェックと対戦し、1R 2パンチでダウンを奪われるも2から1の判定勝ちを収めた。2012年12月、現役格闘家を引退し、チームアルファメールのコーチに就任した。ありがとうございます。